どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらでん現在パズドラですね、パワーアップ記念忍者ライダーガチャが来ております。でこのラインナップがですね、とんでもなくて、あの忍者とこのライダー系しか出ないんですよ。ディノライダー、ビーストライダー、マリンライダー、ドラゴンライダー、グリップスライダーっていうハズレライダー5体、そして半蔵風魔小太郎、サスケ、初音のつぼめ、千代目という感じの5体になっていて、で例えばこの千代目とかは今現在もしばだら周回実装されてから無限に今強くて、もう散々使われてますし、小太郎に関してもね、光の蝶つなげし編成で使えるんじゃないかって言われてて、で初音のつぼめに関しても蝶つなげしキャラとしてめちゃめちゃ優秀なキャラになっております。まあ、このね、忍者系個体は相当強くて、現環境においてもかなり使いやすい周回キャラクターになっていて、これがゲットできると。で、あとはディノライダー系がもらえるらしいです。で僕はですね、今回結構ガチで予想を立ててまして、昨日話したんだけど、まあこのガチャ当然引く必要はないんですよ。で、あんまり美味しくないんだよ。てか、あんまりっていうか全然美味しくないんだよね。千代目、つぼめ、小太郎がいらない限りは美味しくないんだけど、俺は予想でめちゃくちゃおまけが美味しいんじゃないかって話をしたと思うんだけど、僕の予想はおまけで魔法石をもらえるんじゃないかなと思っていて、なぜならこれ石5個分の価値がなさすぎるので、ちょっとおまけ見ていきましょうか。おまけこんな感じです。スパナエ 25%、P5 体が、15% ずつか。で、10連で回せます。おい、結構美味しいやん。ちょっと待って、一回引いてみよう。だからもうガチャの方はどうでもいいんだよ、もうこれ、はっきり言って。こっちは別にね、もうだって何にも、俺からしたらもう何にも当たりじゃないから。そう、俺結構ガチャキャラ残すタイプの人間なんで。おい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 、結構俺いいじゃん。マリンライダー一体所持かよ。いや、まあ使わないからな。でも忍者系はもうね、別にね、持ってるんでね、いいんすけど。これがもらえて、その上でおまけこんな感じです。意外とおまけ美味しくね、しかもね、意外とさ、意外とおまけ美味しいの。何これ、あれ、石25個で P6 体か。どうなんだろうこれ。てか最近のパズドラのさ、課金者優遇なんかちょっとやばいよな。まあ全然あれなんだけど、昔からなんだけどさ、なんかずっと課金してる上で、最近本当に課金すれば何でもできるようになってきててやばい。虹メダルとか P とかもさ、こうやってもうすぐ取れるもんね。 P6 体ってうまいのか、あれ、あんまわかんねえんだけど、これ美味しいの。でもさ、もうさ、これさ、ガチャ引く手間がめんどくさいよね。あまりにもこっちのガチャが外れたから、なんかもう普通に黙ってさ、この忍者5体いらねえからさ、 P とスパナエだけくんねえかな。こっちのガチャは別に本当にいらないんだよな。なるほど、おまけが結構美味しいので、まあ一応、まあ引いてもいいっちゃいいですけど、まあ引くやつバカなんで、まあ引かなくていいかなって感じです。さすがにこのガチャはね、引かなくていいよ。これはもうね、引かなくていい、絶対に。引くのはもうおまけが欲しい人だけ。おまけが欲しかったらどうぞって感じです。てか最近のパズドラネタ切れすぎてやばくね、マジで。俺、もうパズドラネタ切れすぎて最近もう、あれだもんね。めちゃくちゃ友達と遊んでるわ。だってネタ切れチャンネルだもん、完全に。今ね、あ、まあガチャ動画ってことで、今日はちょっと雑談もしていこうかなと思うんですけども。でもあれなんだよね、東京の子がさ、大阪に遊びに来てさ、4泊5日で今、泊まりで遊んでるのね。もう超仲いい子が。だからね、逆に今パズドラが忙しかったら、なんかその子とあんまり遊べなかったから、なんて言うんだろう。ある意味俺はパズドラ YouTuber にもかかわらず、今ネタ切れをね、人生で初めて喜んでるかもしれん。まあ、せっかくね、友達大阪に来てたらね、遊びたいしね。ただ一番やばいのは、最近 YouTube 俺のチャンネルオワコンすぎるから、マジでそれでちょっと焦ってるけど、まあ11周年あるしね、まあそこのイベントでまた僕のチャンネルも盛り上げていけたらなって思ってます。まああのパズドラあるあるで、あの11周年前のとか10周年前とかはやっぱりネタ切れになるって傾向が結構あるので、全然公式放送前だったら納得かなって感じですね。まあだから別にそこは仕方ないんで、まあなんか上げれる動画見つけて上げていけたらなと思ってます。はい、まあぜひ楽しみにしててくださいって感じですかね。まあまあまあ、あのちょっと言いたいことがあるんですけど、このガチャスキップできないかな。あのさ、報酬5連ガチャですらめんどくさいんだけど、本当におまけガチャが欲しいだけだからさね、あ、一応100連引きますね。ちなみに言ってなかったけど、一応100連は引きます。
俺のチャンネルが100年引かなかったから誰のチャンネルも100年引かないと思うんで、ちゃんとね100年引いて確率検証していこうかなと。実はね、実は強めの確率だけ低いとかあるかもしれないからね。つぼめだけあんまり出ないとか、パタローあんまり出ないとか、まあ、思いっきりさ、しかもさ、その友達から抜けてカラオケ来てるからさ、多分動画にもしかしたらカラオケの音入ってるかもしれんけど、あれなんだよな、カラオケにいるからなんだよな。いやマジね、友達と一緒にいる分にはいいんだけどね、友達の前で動画撮るの恥ずかしすぎて死ぬんだよな。一回だけ撮ってみたんだけど、ちょっと恥ずかしくて死にました。42、52、62、72、82、92、97、100、おー100連きたー。え、これ一応さ、あれした方がいい、一応あれした方がいいか、見たい、みんなこれ見たいやついる、視聴者の中にこの結果を。やばい、寝起きだからもうタップすらできないんだけど、でもこれ見たいやついるのか、視聴者の中にこの結果を。誰に需要があるのこれ、でもせっかく100年引いたんだもんな。ちょ見せるか、まあ、はい、ということで結果はこんな感じでした。おいおいおい、めちゃくちゃ偏っとるやないかい、嘘やろ、ちょっと待って、まさかの偏る、まあでも100年やったらそんなもんやろ、全部 10% ずつです、本来は。まあ、全然こんなもんだね。半蔵が5体、雷神、コタロが9体、サスケが5体、初めのつぼめが、初めのつぼめが5体で、千代目が11体でした。ライダー11体、16体、9体、14体、15体、どうなっとんねんって感じでした。まあ、とりあえずちょっとこいつらはね処分していこうと思います。いらなすぎるんだよなマジで。2体ぐらい残しとけばいいんじゃないの。一応残しとくか、ワンチャンまあ使う可能性あるし、こいつらの未来を信じて残すわ。モンスターポイント5000しかもらえないの、クソまずいじゃん。なんかね、このガチャ引くやつマジで気が狂ってるよ本当に。欲しかったらどうぞって感じか。ででもですね、こっちよこっち、こっちがおまけ、これがメインよこの動画の。あ、うまい、普通にうまい。 P10 体うまくね、これで P めっちゃ増えるじゃん。いや俺さ P 難民だからさ結構嬉しいんだけど。あ、スパナエ P 俺何体いるかみんなに見せとけばよかったな、ごめん忘れた。こんな感じ、スパナエが今現状引いちゃって209で、 P がこんな感じね、86、合計140体ね今。まあ、200、150ぐらいってこと、140ね。まあいいか。うまくね普通に。でもなんかさ、こんな感じの、あの、おまけガチャあったよな、どっかで。ね、P めっちゃ出ますみたいなおまけガチャあったよな、一回。こんな感じのガチャなかったっけ？まあ、それに比べたら、こっち、ほぼガチャがないようなもんだからね。ほぼガチャなしでこのおまけって考えたら、そんな美味しくないかもね。なんかスーパーゴッドエスかなんかでさ、P めっちゃもらえるガチャがあって、俺めっちゃ引いた気がするんだよね。だからそう考えると、このおまけガチャあんまり美味しくないかも。てか、パズドラの上もなんか魔法石とかおまけにつけてくれよ。なんかおまけでさ、もうちょいさ、いいキャラつけてくれたら、意外とこのガチャで売り上げ上がった可能性ある。結局、こうやって P 欲しくて引くやつなんて、ね、本当に集会サボってるくせに動画投稿してる YouTuber ぐらいだから、これ、あまりにもターゲット層が、問われすぎてるんだよな。俺以外引かないぞこれ。いや10連ぐらい引く人はいるかもだけど、100連引くやついないだろこのガチャ。石返してくれマジで。あーでもマジでおまけうまいな。あーでももうあと2回3回しかない。早一瞬なんだけど、まあでもおまけはうめえな。はい、ということで結果です。ドン、140から260増えすぎ、やば。石500個で P100 体、美味しくねえだろバカか。あんま美味しくないですね、まあ、引かない方がいいと思います。引く人はバカだと思うんで、まあ、バレンタインガチャとか引いちゃってください。じゃあ今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。何やこの神引きは。
やば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 。